境内の樋口義夫先生だ。国会で褒められるんだ。いいなあ。聞いてみようねね。ね、GLPT は厚生労働省から運営費をはじめ、あるいは事業費もはじめ、多額のお金をいただいていると。そういうところの理事長が、今回の特別監査委員会の委員長を務めるのは、公平性を欠くんではないかという指摘がありました。GLPT の理事長として、公正を欠くとは思いませんか。労働政策研究研修機構、樋口理事長。中妻先生の時にもお答えしたというふうに思っておりますが、私も統計委員会の委員長をかつて務めたことがございます。で、今回の問題を明らかにする上では、やはり統計の専門家の知識、情報といったものが必要であるというふうに考えましたので、お引き受けいたしました。以上でございます。大阪さん。GLPT の理事長として今回の仕事を引き受けること、 GLPT は厚生労働省から運営費やら事業費やらをもらっている、そういう立場の理事長が今回のこの仕事を引き受けることは、公平性中立性を欠く、そういうお気持ちはございませんか。私そう聞いてるんです。なぜ引き受けたかって聞いてるんじゃなくて、するのではないですかって聞いてるんです。はい、今日はGLPT の理事長として、承知されているというふうに認識しております。したがって、ただいまのご質問に対して、お答えすることは差し控えたいというふうに思います。大阪さん。私は GLPT の理事長として中立性を阻害するのではないかって聞いてるんですよ。なぜそれに答えられないんですか。委員長、今のは答弁おかしいと思いますよ。再度答弁させてください。大阪委員の質問に対してご答弁お願いします。樋口理事長。私の方は、これを引き受けるかどうかというような意思決定をしたものでございまして、むしろ、依頼したものに対してがどう考えていたのかということについてお確かめいただいた方がよろしいんではないかというふうに思います。大阪さんの質問時間は終了いたしました。はい、それじゃあ大臣、今の GLPT と厚生労働省の関係を踏まえて、厚生労働省からお金が、多額のお金が GLPT に渡っていると、そういうところのトップを今回の特別監査委員会の委員長にすることで中立性保てるのか、それは厚生労働省に聞いてくれということですから、いかがですか。大阪さん、質問時間。個人の資質だということで問題にしているのは、組織の長の点を問題にしているわけで、答弁に答えていない、そのことを申し上げて終わります。あら、樋口先生ったら、国会で叱られているんだねね。叱られても当然だ。ああ、樋口先生、ひどい。境内って、こんな先生なの？ありえない？